まで。こら、イリア。シロ。せっかく干した布団が潰れちゃうだろう。ここ、とても気持ちいいんだよ。あったかくていい匂いで。そりゃ、そうするために干したんだが、うわっね、シロも一緒に寝よう。だから潰れるって。イリア、シロはいい子だね。確かに気持ちいい。最近疲れ気味のせいか、まぶたが重く。これは起こした方がいいのだろうか。しかし邪魔はするべきではない気も。そっと。何をしているのかしら。はい、静かに。まったく、三人ともよく眠っているものね。確かに干したての布団ってのは気持ちいいものだけど。そりゃ起きないわよ。起きないようにしたんだもの。なんと、シロにアンチかけたの。シロとお昼寝したかったの。しっかく、早くとっくに。分かったわよ、もう。でも、本当に解いちゃってもいいの？どういう意味さ。まあいいか、みんな溶けていたんだし。ほら、何すんのよ、このガキ。そういうのはお姫様のキスって相場が決まってるじゃない。逆でしょ、逆。何よ、今シロが目覚めなくてもいいの。いいわけないでしょ。イリア、これでは。何よ。見たところ、タイガも目を覚まさないんですが、彼女にも暗示をかけたのですか。かけてない。